えー、本体を取り出してみました。こんな感じになってます。で、えー、問題のコンデンサーですね。ここ分かりますかね完全に開いちゃって、液漏れを起こしていたのは、ここですね。これが煙を吐いていた原因だと思われます。でね、この抵抗とか、 の抵抗とかもちょっと、まあ、焦げてるなっていう感じで怪しいので、まあ、一通り怪しいパーツは交換したいと思いますはいパーツ交換いたしましたこれですねこれですねちょっと手持ちがなかったんでこのでっかいやつになりましたまあ、これで大丈夫でしょうあと、えー、このね中にある パワー管も交換して修理完了となれば良いなと思っておりますえ組み込みが完了しましたので動作チェックをしていきたいと思います 感じでバッチリ治っておりますよかったよかったというところで、えー、バイブロキングルのバイブロキングの修理完了ですでは番外編ということでですね今回取り外しましたパーツを見ていきたいと思いますい抵抗ですねちょっとなんかこう焦げてんのか汚れなんかわからないですけど やっぱちょっと拭いてる感じするんで中からなんかこう焦げちゃったのかもしれないですねでこっちはねもう色が変わっちゃってもともとねこういう黄色とか、まあ、こっちも大概やな金色とか色がついてたんですけどこれ本来なら黄色紫黒金色のはずなんですけど。 全部黒くなっちゃってますね。で、えー、これですね。問題のコンデンサー。もうなんかこう下に液が漏れてますがこう、なんか液体が出てきてますね。電解液が。バッタもね、捕まえるとなんかこういう液体出してきたりしますね。で、ここがね、こう爆発というか破裂して。 浮いててきちゃってる感じですねもっと中に収納こ,ここ収納されてないとダメなんですけどこれが電圧がかかり続けたことによってこう爆発してしまったということですねもうこうなったら使えないですねまあこれで済んでるからいいですけどもっと盛大に破裂したりとか本当ロケットのように飛び立つこともあるらしいので電解コンデンサーは怖いですね おぉ、抜けた。おおなんかす、わからんけど、こんなになってました。これが、うわ、臭いこんにゃくみたいな匂いがします。あー、臭い臭いこれ、蓋できんのかなこれ。よし、はあ、捨てましょうね。はい、えー。こんな感じでございました。